大丈夫です。そしてさあピッチャー始めました。さあ行く。ありがとうございます。新挨拶僕の。もう一回やってくださいよ、本当に見ますからね、長っ今日です、よろしくお願いします。すいません、はい、ということでね、やっていくんですけど、はい、今日はね、はい、本教養さんと、はい、ガチビオ3ガチビオ3やってるよ。ドッキリですか、またなんかのなんかの企画教えてくんないですから。なんか最近視聴者さんに募集してるじゃないですか、まあずっとですけど、はいはいはい、でも見せてくれないですよ、こう。そのダメっす。何選んでるとこ見せてくれないで、もうデッキも見せてる、ゲーム画面も。そう、まあ、シュッて言って。なんすか、じゃあ。もう、そのガチビオ3。ガチビオ3。え？本当っすか？大まじです。本当っすか？大まじの、大まじのまじまじのまじっす。わかりました。まあ、じゃあ、デッキちょっとさすがに変えますわ、僕。あー、さっきも聞いたな、さっきも聞いて変えてなかったんだよ。いや、僕、ライキさんと、DO3、はい、まあ、今日もたくさんしたんですけど、はい。その中でずっと同じデッキ僕使ってるんで、さすがそれ良くないなっていう。さすがに。これ来ます、いつもの。ポン！いや、ちょっと本当に今回は買いました。マジでちょっと、よろしく。ちょっと今練習中のデッキあるんで。いいんすか？ちょっとこれマチだな。僕マチのデッキ結構好きなんですよね、結局。マチャーですか？マチャーが好きなのよですね。さ、甘えっす。ただ動画的にマッチャダメじゃないですか。まあ、確かに、それは。ガチトロ上げだったら許されます。あ、よろしく。出た。ガンマチャーっすね。ガンマチャーっす。ランバー？それバルーンっすか、それ。いや、バルーンじゃないんですか。うわ、ライドーリー岡村来た。ライドーリー岡村、やっぱり今激アツカードなんで。だからこれチェーンする、チェーンする。やばい、ちまった。お、オーケーオーケー。お、いいね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 。バフン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 。うわ、なるほど。お、いいねいいね。あれ、まあれ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 、レのレじゃないですか、これ。おっと、やだ、先輩またすか、先輩、あれまた負けんすか、俺。やばい、これ待って、てか普通にやべえわ。先輩、ちょっと今日は眠いんじゃないですか。いや、俺やば、マジちょい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 、ほんまにちょい、ちょっと待って、ほんとに、あれこれやばないですか、だって持ってかれる、やばい。ボッテガベネタじゃないですか。ボッテガベネタっすよ、やべえ、マジ、ボッテガベネタだ。これさすがにベネタってますよね。ベネってますね、マジで。そう、ダクプリもやばい、無視できない感がするんですよ。ああ、え、ちょっと、どういうことっすか、それ。いやいやいや、それ、どういうことっすか。そういうことっすよ。でも、ライドーリーやるのか。岡村があるんで、ちょっと岡村さんすごい嫌っすね。いや、危ないっすね、岡村。ちょっと岡村を、よくないかな、これ。いて、あ、うわー、マジか、出た、そういうパターン。また外れた、こいつ。やだやだ、いやー、でもやばやばやば、あー、でもちっちゃいの残ってない、やりゴムが。ちょっと、やばい、ドーリーが、あれ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 、ドーリーがやばい、ドーリーがやばい。ちょっとー、あ、こっち行っちゃうか。でも待って、これね、焦っちゃダメなんですよ。まあ、焦ったら終わりっすからね、このゲーム。焦ったら終わりなんです、マジで。うわ、ギリセーフっすね、マジで。焦っちゃダメ、うん、焦んなければ勝てるんですよ。やばいな、これ。やばいやばい、ライドラ2体やばすぎでしょ。やばい、ちょっとライダーが強い。やばい、待って、これで、やばいな、ちょっと待って、まずいぞまずいぞまずいぞ、あ、これまずいな、あ、マジでまずい、やばい。まあ、頼む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 、いけ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 、あー、くっそくっそー、あぶねー、くっそー、あぶねー。いや、俺甘えたわ、ドーリーだ。いや、これ甘えがすぎる、甘え。いや、俺マジ序盤死んだと思った。いや、これ甘えたな、これなんか。やっぱり、はい、残り600ぐらいでしたっけ。いや、でもクエイクだと削れないですよね。クエイクだと183とかですよね。183ですね。覚えました、さっき。そう、183だと5発とか4発とかですもんね。はい、
や、それきつい。ちょっと、あ、電池まだ大丈夫か。あれ大丈夫です、大丈夫です。いつものですね。じゃあ、デッキ変えます。もう怒ったんで、今さすがにね。ドゥン。ちょっとさすがにね、怒ったんで。いや、俺ちょっとマジか、甘えたな、よろしく。だって右何もしなかったもんな、僕。まあいいや、忘れます。さあ、お、枯渇。お、え、マジ変わってるっすね。マジで変わってますよ。やっぱ男たるもの、やっぱり一筋縄ではいかないよと。なるほど、それ深い話。マジっすか。待て、まずい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 、なんかまずい、なんか出せなかった。メンタルがやられてる。いけ、すごいな。ちょっと待って、しなんかすごい攻めますね、今日。いやいや、今日攻めっ気ムンムンなんで。戦闘民族じゃないですか。攻めに来たんで、今日は攻めに来ましたね。ただまあライトニング使われるってことは結構まあかなり、まあ、僕としてもこう、はい、エリクサーアドバンテージ取れたんじゃないかなっていう。いやー、よくないなそれ。やばい、終わる。え、なんすか、何してんすか。ちょっとね、デッキがね、詰まってるんですよ。あ、詰まり系 YouTuber っすか。詰まり系 YouTuber なんで。なるほど。ロケッティング、デッキがすごいっすね。わあ、でもやばい、やばい、負けんな、マジでマジで負けんな。ロケットでも使いましたよねっていうね。逆転の発想で、逆転の発想で言うとロケットは使うもんなんで。よろしく。やばい、何のデッキっすかそれ。呪文多くないっすか。いやいや、全然。なんすか、全然。なんすか、また全然、全然ですよ。だってクエイクとロケットとライトニングポイズン。ちょっと、なんすか。いやいや、全然です。なんかピンピンデッキっすかそれ。ぶつけら。ピンピンデッキっすかそれ。やばい、ピンピンされる。あー、やばい、終わる。やだ、ちょっと、なんすかそのデッキ、なんすか。あるだす、あるだす、そのデッキすごくないですか、そのデッキ。いや、クソって言ってますけど。あはは、すごい。まだまだこれからですから、俺の時代は。まあ確かにそうですね。なんかすることないな。うわぁ、マジか。よし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 。打っ、これでクイック飽きて。お、それはできる読みが。やばい、ってかやばい。よしよしよし。やばい。何してんすこれ。何してん、これはさすがに。これはさすがに何してんすか。キヨキヨさんに、はい、企画の名前を当ててもらいます。そういう動画。何よそれ。なんだと思いますか。え、今のデッキ見ていいですか。デッキ全然見ていいですか。見ていいですか。ポチン。いや、だから一発目は、はい、まあ、フリーズ5トルネ。まあまあよく見るエリゴレですわ。はい、うん、で2試合目になんかいきなり変わったんですよ。ミラーも入ってたんですね。はい、ミラーロケット、クエイク、ポイズンライトニング、バレル、はい、スケラ、ディガー。これ当てたらすごいですね。でもクエイクがつつまわないんですよね。はい、いや、僕一つ思ったのは、はい、まあ、僕基本的にはゴブジャイスパーキーのクエイクザップ使ってるじゃないですか。はいはい、それ一枚一枚全部目立ってみたっていうのが一つあったんですよ。ただ、まあ、僕今デッキ変えちゃいましたけど、はい、ただそうするとクエイクがちょっとつじつま合わないんですよ。はいはい、それって僕建物入ってないんで。だそれじゃない。はいはい、あ、ショップに新カードが入荷きました。何水着変わってすいません、ごめんなさい。そう、12時と、え、大丈夫ですか。時間若干やばいです。ユース余裕ですか。ユースまあ一つベタなのは、はい、キヨキヨガンベタしてみた。はいはいはい、まあそれベタすぎますね。え、ベタすぎます。ベタすぎます。それはさすがにないっす。ないっす。それで言うとちょっとでもベタ以外浮かばないっすね。キヨキヨに似てるカードだけでいい。全然違う。クエイク似てない。全然違うし、それ面白くないじゃん。最近あったイベント。最近あったイベント、エスパキチャレンジ。もう一個前。もう一個前何でしたっけ。あ、なんか、え、みなしん、あ、違うな。あ、エリクサー7倍。今日の企画、はい、エリクサー7倍デッキでもキヨキヨさんみたいな感じ。そういうことか、はい、あ、これだ、これです、これだ、これだ、これだ。ロケット打ちまくって、はい、なんか、あ、なんか、そう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 、そういうことか。そう、
一応ね、最初のやつも、はい、このえあるんですか、あれなんですよ、そう20、なんだっけ、エリクサの7倍で20勝できたできなんですよね。あー、マジっすか。これはまあ普通っぽいじゃないですか、結構この、まあまあ確かに、いや、これで20勝したんすね、逆にそうなんですよ、それすごいっすね、普通に。そうなんですけど、まあこっちのね、まあえ、これあたそういうことか気づかんかった。いや、勝てんかったっすね、さすがに。でも一発目のデッキって結構なんか、はい、うん、確かに入り、これのなんかちょっと特殊ですよね、フリーズが結構意味わかんないけど、あ、やべ、ということでね、そういうことか、そういうデッキになってます。いや、わかんなかったっすね、普通に。はい、まあでも目立ってみたっぽいじゃないですか結構目立ってみたはありますけど、でも、はい、確かにポイズンも分かんない、僕マスケット重視入ってるんで、はい、まあ、ライトニングもミニペ、ミニペなんかマスケ処理とか、ね、まああるじゃないですか。いやでもまあまあクエイクがねちょっと謎っていうね。まあまあまあ、いやでもバレんかったいやバレないかったっすよそれは、さすがにね、うん、じゃ あの、はい、余った時間に、はい、ナイキさんのエッチな話。マジで、キヨキさん本当に。ちょっと変なこと言うなよ。変なこと言わないから。いいですか。いや変なこと言うなやめようぜマジで。マジで。キヨキさん本当にね。なんすか。多いんすよ。多くないって。マジで本当なんかもう下ネタばっか。マジで結構好きだからいい。あ、そっちで。結構好きだからいいんですけど。あ、はいはいはい。そういうやっぱ話が好きじゃないですか。いや僕、いや一ついいですか僕。はい、あえて下ネタ言ってるんですよ僕。結構ね。あえて。あえてね。あえて言ってるんですよ。なんでかっていうと、やっぱ僕ぐらいの年齢になると、僕ぐらいのね、そんな言ってないですけど、はい、なんかみんな大人ぶるんですよ、うん、社会人1年目とかで、はいはいはい、なんか PJT とかさ、プロジェクトのこと PJT って言い出してさえ、それ PDCA 回ってんのみたいな、なんか言うんすよ、まあ、そういうのになりたくないんですよね、はいはい、そう。だから僕はもうあえて下ネタを言って笑いを取る。で、やっぱみんな小学生の頃、やっぱうんちって言ったら笑うんすよ、はい、その…もう俺全然…いやいや、笑ってた一番笑ってた一番言うし、一番笑ってたからだから、そういうこ…なんかそう、なんかそういう心を忘れたくないなって言って、ね、でも、ちょっと僕反省したのは、はい、下ネタが先にどぎつくなってきてるって実はあの、小学生じゃ知らないようなことがあってるから、ほんとにじゃあ、それは語弊を見ます。ほんとですか、ラキさん、はい、最近どうなんすかって、はいはい、ということでねおい、これで止めんのもやばい、なんかいろいろやばいけど、はい、まあまあそうですよ、ということで、まあまあ一応ね、今日はね、はい、この辺で終わりたいと思います。ありがとうございます。俺のね、チャンネルでも2本東京京さんのチャンネルでも2本撮ったので、ね、まあね、そちらもね見てもらえればと思います。ということで今日はこの辺で終わります。ご視聴